お願いです、お願いです。あなたならできる。そうですか、やっていただけますか。ほぼ脅迫みたいな感じやけど。最後の夜、あと12時間。今夜の6時？あ、みんなおらん。蝶々しかおらんやん、もう。だってなんとなくそうなっちゃったんだもん。武藤が嫁さん呼ぶって言うから。カーニバル続行。カーニバル続行するの？アホなのか？急になんかすごい小気味いい音楽にまた変わったけど。バイセン隊長、町長命令は絶対だ。それじゃあ門兵たちも待機ですか？待機だ、クソ。別に逃げたければ逃げればいいっつったやん。逃げなよ。そんなのね、言うこと聞いてくれん人のことまで守る必要ないって。自分の命優先していいよそこ。と私は思うのだけど。今あれ7時ってことよね。そろそろ場所に向かっておくか。ここか？南？ここだっけ？めちゃくちゃ外にガスマイト。必死だな。犬はどっか行ったんかな？めちゃくちゃ威嚇しよるみたいな。おう、デクの坊主。矢倉からあの塔の登り口に橋がかかるのを待っているのかい？矢倉からあの塔の登り口。おう。すまねえな。弟子がぶるって逃げやがってよ。矢倉はまだこのありさまよ。まったく塔のてっぺんまで登りたくても、登り口にすら行きやしねえぜ。先代に申し訳ねえ。あんな月くらいで逃げ出しやがるとはよ。早くしてくれよ。早くしてくれよ。矢倉から、ちょ待って。塔に向かって橋がかかるの？で、その橋を渡っていけば、何？あれ？ハートがあるんやけど。なんか私ダメージ受けとった？かけらがあったところには普通にハートができるんか。ここからどこにかかるん？扉が開くって言ったけん、この中に入るんよね。まだ9時か。12時を過ぎたらって言ったよね。言った？言ったか。あ、来た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 。どう？めっちゃカーニバルする気満々やん。あ、でも夕方には避難するって言った人らがおったけんさ、やっぱ、街の人も少なくはなっとんかな。めちゃくちゃ、厳重。あ、階段になっとん。なるほど、なるほど。そんなに何重にもして閉めとんかと思った。階段か。なるほどね。ぐずぐずしないの。ほら、上に行けるみたいよ。わかってるよ。で何？これでどうするの？あ、スタルキットおった。早くオカリナを返せよ。返せ返せ、それ。それがいるんだよ。幸せのお面屋に渡さなきゃいけないんだから。お、姉ちゃん！存在忘れてた。あ、トレイル！もうあんたたち探したわよ。ねえねえ、スタルキット。あんたの被っている仮面、もう返してあげたら？ねえ、ちょっと聞いてる？聞けよ。沼、山、海、谷にいる4人の人たち。早くここに連れてきて。何？なんか急激に操られだした君。余計なこと言うな、バカ妖精。違うんか。何？あ、弟になんてことするのよ。スタルキッド、あんたそれでも友達なの？まあいいや。今更あいつらが来ても、オイラにかなうわけないさ。ひひ。何か、なんか弱み握られとるかなんか、あの弟くんは。上を見な。止めれるもんなら止めてみろ。これまた朝までになんかせんといかんとかかな。期限までに。やめてよー。何するの？何？なんか戦闘モードに突入したみたいな音楽になったけど。絶対これそうやん。待って。これで狙えばいいんか？
え、当たってるこれ。え、なになに、ちょっと割れるって。あ、割れなかった。あぶねえ。なに、どこ行った、これか。時のオカリナを奪い返した。ゼルダ姫から預かった思い出の楽器。ゼルダ姫とか存在忘れとったわ。C にセットしてオカリナを構え、 A と4つの C で演奏できる。やめたいときは B。 え、 C にオカリ、え、オカリナを構え、 A と4つの C で演奏。あ、そっか、これ自分でさ、なんかなんていうん、音符みたいな、なんか自分で奏でんといかんのよね。うわー、めんどくせえ。そういえばそんなん、なんか昔覚えよったわ。ゼルダ姫との思い出が今蘇る。うわー、懐かしい。あなたはもう、この、あなたはもう、このハイラルから旅立ってしまうのですね。なんかさ、小さい頃、幼馴染のサリーとかおったよね。サリーの歌ってあった気がするもん、オカリナで。ほんの短い時でも、このハイラルであなたと共に過ごした日のことは、決して忘れません。そしてまた、いつの日か、あなたと出会える日が来ると、私は信じています。その時が来るまで、あなたにこれを。あなたの旅が無事であるよう祈っています。もし何か起こったらこの歌を思い出して。あなたと出会った思い出の歌を。うわー、やめてくれ。え、右 A 下右、え、右 A 下右 A 下、え、絶対覚えれんのやけど。あ、なるほど、ちゃんと。ちゃんとうっすら書いてくれたんか、よかった。そういう感じやったんやっけ。じゃないと絶対覚えれんねえけど。しかも何曲もあるもんね。時の歌を思い出した。記憶の片隅に残るこのメロディー。ゼルダ姫との思い出の曲。時の女神はあなたを守っています。時の歌を奏でれば、あなたの力になるでしょう。今のが時の歌。ん？何を思い出にふけってるのよ。しっかりしてよ。今の歌は何の効果があるん？別に何もないん。オカリナなんか取り返したって何の役にも立たないわ。今のはまだ吹いてないんか。さっきなんか人間の姿やったもんね。過去の話か。あー、神様、時の女神様、誰でもいいからお願い、時間を止めて。それで時の歌ってこと？待って。え？待って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 。待って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 。そういうことかな。なんかすごい盛大な振りやったもんね、今の。時のオカリナ。これで、はい。あんた、その楽器いつの間に？何あれ？オカリナじゃないんやけど。え？下 A 下右 A 下右。え、違う、ちょっと待って。え、待って待って待って、どこで見ればいいんだこれは。時のオカリナ、あ、なんかこっちの方か。あ、これや、これこれ、時の歌。なんかさっき長かったよね、吹くの。時の歌 A でメロディー演奏。右 A 下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 、結局覚えんといかんのや。右 A 下右 A 下。え、待って、右 A 下右 A 下。おお、いけた。ね、それオカリナじゃないんやけど、どういうこと。その姿ではオカリナ吹けないの。セーブして最初の朝に戻りますか？え、どういうこと？え、どういうこと？セーブはしてくれるのか？え？合ってるの？それで。はい？一応セーブはされるっぽい。あ、一応なんか演出があるけん、これで合っとんか。最初の朝？え、またタイムリープするの？
嫌なんだけど。え？あ、え？ここまで戻ってきた。最初の朝ってここ？じゃあここで、オカリナを奪われんようにすればいいんか？あれね、幸せのお面、お面、お面はどうなるんだ？返せてないよ。あれ違う、ここに来た。今のは一体何だったの？あれここは？あれ記憶がある、ちゃんと。チャットにも記憶がある。私だけじゃない。戻ってる。ってことはちゃんとストーリーは進んだんか。え、で次は何するの？あんた一体何者？さっきの曲といい、取り返した楽器といい。楽器？そう、楽器よ楽器。おめえがあんたが取られた大切なものを取り返したら、元に戻してくれるって。あ、そっか、お面を取り返すんじゃなくって、オカリナを渡すんか。あんたすっかり忘れてない？ちゃんと出会った後なんよね、今。なるほど、なるほど。やめてって。あ、であれか。え、なんか、狐のお面の子がおる。なんか最初の人違う？なんか微妙に違くない？え、喋れないし。え、あれ、見えてはいけないものじゃないよね。え？どういうことだ？まあいいや、とりあえず。はい。あれ、違う。はい。あの子鬼からあなたの大切なもの、取り返せましたか？うん。そんなに揺さぶらないで。よく見るとあなた取り戻してるじゃないですか。早く。怖い怖い怖い、首の角度怖い。ホラーやん。てか何これ、絶対指届かんやん。ではどうぞ、私の奏でる曲を吹いて、覚えてください。まった。何次、何の曲？私の後に吹いてください。C ボタンだけとか絶対覚えれんやつやん。最初は大丈夫だよね、ここで。左、右、下、左、右、下。あ、繰り返し？左、右、下の繰り返しや。なら大丈夫かも。癒しの歌を奏でた。なになになに？なんか苦しんでない？癒されるどころか。え、なに？なんか、バイバーイってしよる。え、なになに？どういう状態？誰？あ。あ、人間になった。え、ってかあれ、仮面やったんか。この歌は、邪悪な魔力や、浮かばれぬ魂を癒し、仮面に変える曲。あ、仮面に変える。この先きっと、お役に立つと思います。乗り移られとったってこと？そうそう、記念にこの仮面も差し上げます。安心してください。魔力は仮面に封じ込めました。被ると先ほどの姿に乗り移れますが、外せば元の姿に戻ります。あー、なるほど。これでこれからあれか、ムジュラの仮面。いろんな仮面を使って、ま、なんか攻略していくっていうことやね。なるほど、なるほど。うわー、口の部分ぽっかり穴開いてる。デクナッツの仮面を記念にもらった。C で被ればデクナッツの姿に乗り移ることができる。外せば元の姿に戻ります。スタートボタンを押し、お面画面で、左、下、右にセットして、セットしたボタンで被ろう。これであなたとの約束を果たしましたよ。では、約束のものをこちらへ。え、結局、オカリナ渡さんといかんのやったらさ、これからオカリナ使えんやん。まさか。あなた、私の仮面を、取り返して、いないとか。え、仮面取り返してって言われとったんやっけ。あ、怖い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 。なんてことをしてくれたんだ。このままあの仮面を野放しにしていたら大変なことになる。怖いって。めちゃくちゃホラーなんですけど、実は私の盗まれたあの仮面、ムジュラの仮面といって、太古のとある民族が呪いの儀式で使っていたとされる伝説の呪物なのです。その仮面を被った者には、
邪悪で凄まじい力が宿ると言い伝えられています。癒しの歌を使えばいいんか。スタルキッドの前で伝説ではムジラの仮面がもたらす災いのあまりの大きさに、何、地球が滅亡する。それを恐れた先人たちが仮面を悪用されないよう永遠の闇に閉じ込め、封じ込めたといいます。その力がどんな力なのか、伝説に記されたその民族が滅びた今では分かりません。しかし私は感じます。苦労して手に入れた伝説の仮面、あれを手にした時感じた身の毛もよだすまがまがしい力、あれが今あの高人の手にある。お願いです、早くあの仮面を取り返さないととんでもないことが起きます。お願いです、お願いです、あなたならできる。そうですか、やっていただけますか。ほぼ脅迫みたいな感じやけど、そう言っていただけると確信しておりました。大丈夫、あなたならきっとできます。自分の力を信じなさい、信じなさい。でも一応なんだ、この時の歌で時を戻すこと、いつでも戻せるんかな。ストーリー上だけじゃないよね。戻せるようになったとしたら、まあ、ゲームオーバーになることはもうないってことか。チャットの記憶もちゃんとあるし、だって結局さ、月が落ちてくるんやけんね、最初と同じ、この人との約束がなくっても3日間しか期限がないのは変わらんってことよね。3日後には落ちてくるんやもんね。それまでにお面を取り戻さんといかんのか。でもまあムジュラの仮面っていうぐらいやけん、そこがメインの話なんやろ。めっちゃくちゃ時間をかけて同じ3日間を繰り返すっていうゲームってことかな。今やっと理解。なるほど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でもそっか、延々とこの3日間を繰り返すゲームなんか。でも同じ3日間、なんか変わっていくんかな。とりあえず街の外に出れんとね。どうするんやろう、あの兵士たちは。